はい、というわけで始まりました。今週も、続きはウェブででございますけどね。はい、今日もこちら歌ってみるということで、録音ミュージックスクールから歌ってみるにゃ。はい、ちょっと杉山くんどうしたんですか。いやね、もうね、夏だめなんだよ俺。ちょっと、今日のゲストの、はい、こうちゃんです。イエーイ。違う、ノリが違う、ノリが違うこうちゃんにちょっとお願いあるんですけど。何ですか。杉山くん後ろ向いてもらっていいですかね。ちょっとこの肩のあたりを、ちょっとやらしい感じでずるっと。あ、なんかすごい、あ、暑い。今年の杉山焼け。自分ではもう、ね、ここからこのようにしっかり線がついております。これね、ここもうちょっとですよ、ここですね、もうちょっとこちらはこのようにやっております。ここですね、はい、で前はどうなんでしょうね。前はね、前どうなんですか、はい、前も同じような感じですか。前はあんまり後ろがね結構派手に、うん、いや、そっちこの間だからちょっと野外でね、ちょっと音響の手伝いやらないやらいろいろありまして、ね、大のファラフォレストパック音楽祭のお手伝いに来た時にですね、いや、夏はね、はい、やっぱ日焼け止めがですね、私ないとですね、もう死ぬので、はい、もうね、下駄箱の上にね、もうね、5、6個いたの。5、6個、うん、そう、で、それを、前、若干話が長くなるんですが、もともとはバッグの中に入れてたんですよ、はい、ね、入れてたんだけど、冬場もずっと入れっぱなしだとさ、うん、あまりにも邪魔だってことに、さすがに気づき、はい、ね、取って置いておくことにしたわけ。で、それからなんかとりあえず下駄箱に置いとけば忘れねえだろうということで、うん、出るときにそれを入れてっていう感じになったんだけど、いやー、この間ね、見事に久しぶりにね、完全に忘れて、しかももう30何度とかで、もう太陽がガーッと来るときに、はい、しかも外でなんか3、4時間いろいろやんなきゃいけないときに、そういうことになり、やべ、これ絶対まずいと思ったけど、もうどうにもならず諦めてやってたら、こうなりましたよ。綺麗に。おめでとうございます。おめでとうございますか、わかんないです。半袖焼けの跡がわからなくなってよかったじゃないですか。そう、やっとね、これで3年ぐらい、2年かな、2年ぐらい経った、うん、なんでこれ難しい、この半袖焼けのは2年も。でも自分もあれですもん、もともとずっと野球やってたんで、あー、はい、ここまでは焼けるんですよ、はい、ここから先がすごい白いんですよ、うん、なるほど。あ、でも今でももしかしてちょっと、いや、でもそうでも、あ、気持ちなんかでも今そんなに今年外出てないんで、うん、あれですけど、ここから真っ白になるんで、T シャツ焼けでもうこうなります。ここでそうだよね、白い T シャツ着てる感じになりますよね。だからもう最近プール行ったりするときは必ず上に1枚何か着ないと、もう着てないのに着てるじゃん的な感じ。あれ服、あ、着てないや。はい、肌色の T シャツ着てるわけじゃないですかね、はい、そうですよ、皆さん気をつけてくださいよ。笑ってなんだよ、なんだよこの野郎。、まあ、そんなわけでこうちゃんね、夏ですから、はい、いろいろともすも大活躍ということで、はいはい、頑張っていきます。頑張っていきます。夏バテしないように、はい、いろいろありますので、ぜひ皆様ともすホームページ見ればいろいろ書いてあります、ね、はい、いろいろ余計なことまで書いてあります。余計なことがいい感じなんだよね。余計なことがいい感じですね。どんどん増やしていきますね、はい。はい、というわけで、ぜひ皆様遊びに来てください。夏はサザンね。そうですね、ですね。ニセチューブですか。ニセチューブですか。冬は別の活動。冬は、いや、冬もサザンですよ。まあ2月がありますからね。2月がありますから、うん、途中でちょっと一瞬ブレるだけですから。おっと。ね、はい、どうぶれるのかもぜひお楽しみにということで、はい、ね、はい、というわけで今週はともすこうちゃんでございました。ありがとうございました。では皆様また来週、バイバイ。ノリが違う。